こんにちは、犬の助ハグの川島です。本日も犬の助ハグのトレーニングの様子を実況解説していきたいと思います。本日は、ボーダーコリーの萌木ちゃんのトレーニングをしていきたいと思います。はい、風呂歩きからの左側でつく練習を終えて、次お散歩に行くところですね。はい、勝手に飛び出すと危険なので、しっかり、座れ待てで待たせた状態で、はい、急に飛び出さずにその前でも一回停止をさせるようにうちでは教えています。安全確認ができたら、はい、おいでの指示のもと左側につけて歩行開始ですね。はい、お外は結構危険がいっぱいなので、結構こう最初の方はこう楽しいお散歩っていうよりは、緊張感のある歩行ぐらいな感じで最初は教えていくんですけど、あまりこうキョロキョロ、いろんなものに、興味を示すのはしょうがないことなんですが、行かせてしまうと、事故を起こしてしまったりだとか怪我しちゃうので、結構ちょっとしっかり左につくように教えたりとかはしています。はい、で人の前方を歩かせてしまうと結構主導権を犬に握られがちなので、匂い嗅ぎに積極的に行ってしまったりとか、拾い食いとか、また吠える原因になってしまったりだとか、いろいろあるので、人の後ろ目からついてくるように習慣づけています。はい、で扉をまたぐときは必ず座るまでですね、待たせた状態で、指示のもと、はい、人のもとに来させます。はい、でお散歩が終わった後、必ずトイレに一回代謝が上がっているので、そのまま直接クレートとか、ハウスに戻しちゃうと漏らしてしまう可能性があるので、一回トイレを経由させます。はい、一回一回こう扉をまたぐとき飛び出してくると危ないので、ちょっと待たせた状態で指示のもと解除するように行っております。それでは今回の動画は以上になります。高評価、チャンネル登録お願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。